リロジーのこのビタミン C とバクチオールの美容液なんですけど、私これを最近使ってるんですけど、もう本当にお肌がふっくらするのと透明感が出たなっていう実感があって、はい、こっちのビタミン C の方はこのボトルの 10% がビタミン C が入っておりまして、美容セラムになってます。ビタミン C の効果プラスノボレチンっていう新しい成分が入っているので、これが、お肌をキュッと引き締めてくれるような効果があります。でもう一つがバクチオールが入った美容オイルになるんですけど、肌にすごくピンと張りを与えてくれるようなものになってるんですけど、バクチオール と、ビタミン C ってものすごく相性がいいんですけど、ちょっとこれをスタッフの皆さんに2週間ぐらい使っていただいて、お肌の検証をやらせていただきたいです。皆さんこんばんは。2週間お肌がどんな感じに変わるかっていうのを検証していきたいと思います。化粧水はケチらずに、ここまでロザピン B オイル、美容オイルを使います。なんかすごいしっとりしてる、吸い付き感のあるオイルのテクスチャーです。結構肌に入っていく感じがします。これデコルテにもつけた。オイルの次にこのトリロジー C スーパーセラム美容液を使うみたいです。あ、こっちは結構こっくりとしたクリームですかね。これもぐんぐんお肌に入っていってる感じが、少量ですが伸びが良い。クリームもトリロジーで揃えてみました。 LINE であるものは LINE で使いたくなっちゃうんですよね。私は割と花粉で肌が敏感に揺らいでいるのと、肌を柔らかくしたい方はオイルから使った方がいいということで、こちらのオイルから使ってみます。3滴ぐらいすごく肌に入っていく感じがありますね。続いてスーパーセラムです。なんか乳液みたいなテクスチャーで、薄膜でこう肌の上に広がっていく感じが、だからといって乾燥しそうなわけでもなく、お風呂に入ってちょっとお化粧水をつけたところですね。眠いからちょっと早くスキンケアして寝ちゃいたいと思うんですけど、最近ねお肌の治療したら逆に炎症しちゃって、この跡になってるのがすごく気になるので、このあたりがね改善したらいいなと思って、ちょっと2週間頑張って使ってみます。オイルは前にも使ったことがあって、ハリだったりとか感じられて大好きなアイテムです。こんな感じです。おお前に使った時はおでこのシワがなんかこうピンと伸びた感じがしてすごく好きでした。でこっちが C スーパーセラムですね。ビタミン C が入ってるので、これもここの炎症に効くといいなっていうのもありつつ、全体的にちょっとくすみを払ってくれたらいいしな。こんな感じかな。今日は5日目です。先日できたニキビなんですけど小さくなりました。このトリロジーのスキンケアのおかげと、あ、これそう、ミートデイのサプリを合わせて飲んでみました。ビタミン C 入りのサプリなんですけど、これ一緒に取ったおかげなのか結構ね治りが早かった気がします。最近のお肌の悩みなんですけど、ちょっと30代になってからお肌がなんか元気がこうしょぼんってなってきた感じがして、そんな時にこのトリロジーをおすすめしていただいて試してみてるんですけど、なんかオーガニック系のスキンケアって
あんまりこうビフォーアフターを感じられないこととかあるんですけど、なんかお肌にハリとなんか潤いが増えた気がして、あと毛穴が気になってたんですけど、ちょっとマシになってきたような気もする。あと1週間使ってみようと思います。トリロジー使って10日目、毛穴が目立ちにくくなったかなって思います。肌が綺麗に見えるかも。だいぶお肌のざらつき、ごわつきがなくなってきたんですけれども、オイルは本当にこれ一本でしっとり保湿力があってお肌が守られている感じで、顔だけ洗って寝たい時とか、顔洗った後これだけつけて寝たりしてます。これは余ったら髪とかにつけてるんですけど、まとまりが良い気がします。今日は最後にセルフォークのブライトニングマルチサロンを使おうかなと思います。終了。このね、夜ちょっと残業が結構ありまして、夜遅くてめちゃくちゃ眠いんですけど、お肌はトリロジーのおかげなのか順調好調あのツヤツヤの状態です。なんかね、見た目よりも手触りがこう、あ、わかる、このね吸い付く感じすごくしっとり。さっきこのニップニップのシートマスクも使ってみたので、プリッとした感じが出てるなと思って、肌調子いい感じです。なんかね、この辺の印象なんですけど、ここがもう全然違った。まだまだね、個人的にはこう気になる段階ではあるんだけど、このたった2週間前と全然違う。今ローズヒップクリームクレンザーでクレンジングをして、ローザピン美容液を塗っていきます。洗ってから時間が経ってるんですけど、今もすごく潤いがあって、すぐに塗らなきゃみたいな感覚はないです。これくらい塗ります。伸ばして温めて、ほっぺた、でこ、お鼻の上全体に伸ばしていきます。首筋まで塗って、最終日なのですごくお肌が柔らかくて、ハリがこう出たような気がします。肌のトーンもちょっとワントーン上がったような、そんな感じです。皆さん2週間使った結果どうですか？いや、すごい、なんか褒められるようになったお肌。確かにしぐみさんも褒められてるの後ろでなんか聞こえてきた。なんか結構ノーメイクなんだけど、ノーメイクノーメイクな時もあるじゃん。眉毛だけ描いてきてるけど、なんか綺麗ですねみたいな。メガネだけど綺麗ですね。言ってくれる。メガネだけど。そうそうそう。褒められるお肌になれた。トリロジーを鎖骨まで塗ってたんですけど、ここはなんかツヤツヤ。なんかこれって綺麗みたいな感じで言われるように。4から5アイテムぐらい一生懸命使ってるけど、これ使ってる間はこの2つで済んで、すごい手抜けた2週間だったなって思うと、通常ですごいごわついてたのが、体中がすぐすぐすぐ。わかる、花粉の季節だったけど、私もその花粉による皮むけ、みたいなのが今年あんまり気にならない。なかった。カレーの匂いがする。そうだ。トナー、ミストトナーさんと一緒に使ってて、そしたら香りが気にならなくなって、すごい、もし苦手な方いらっしゃったら、こっちと使うのおすすめだし、ローションでお肌のビシャビシャな状態でオイル入れてあげると、オイルの匂いが全然残らない。そうそうそう。初めて使ったんですけど、開けた時は、今まで嗅いだことのないよ。好きになってきますね。ごつきさんどうでした？使ってみて。は
い、私もともとあのトリロジー大好きだし、クロサピーのオイルは3本目かな、くらいなんですけど、何回もピープルのインスタライブとかで言ってるんですけど、ここのこ、なんだろう、おでこ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 、ちょっと気になってたんですけど、薄くなった気がするんですよ。で、あとここのシミ取りしたんですね、私去年、そしたらシミ取りのレーザーが強すぎて、その色素沈着みたいなのしちゃって、なんかね、丸くここここここって今少し赤くなってるんです。それがぐんぐん減ってきて、そのまま使うようになって、そう、ターンオーバー流してくれるよね。あ、そうですね、ローズリップが。そうそうそう、だからあの自分も気になりづらくなったし、ビタミン C のおかげで毛穴がね、キュッと引き締まる感じがある。このバクチオイルは出た時に紹介してもらって使ってもみたら、もう1日で感動しちゃって、で、なんか感動しすぎて毎日自分の写真を撮ってたの。こんなに変わってるんだよっていうのをみんなに知ってほしくて、いろんなブランドのドレスの子にこれすごいよって、このひどいやつだからこれになるのって言って、いつもこう見せてて、ナチュラルオーガニックって即効性みたいなのがあんまりないイメージだったんですけど、なんかその概念をなんかトリロジーが変えてくれたというか、次の日もうシワがなくなってたり張りを感じたり、なんかその感覚っていうのが初めて教えてもらえたので、でもどれがどれで効いてるか正直わかんなくて全部使っちゃったの。あフルコースだったね。フルコース、ちょっとどれでどれがどう効いてるかわからないんだけど、なんか朝クレンジングもなんか初めてこの2週間チャレンジでやってみたら、もうこのクレンジングだけでお肌がふわふわになったし、で、心地よくさせてくれて、保湿してくれて、フォーマットして、出すものっていう感じで、すごく心地いい2週間でした。トリロジーは全てに保湿成分というか、が入っているので、なんかもう初めてトリロジー使うっていう方は、美容液からもおすすめなんですけど、肌を変えたいというか、変化が欲しいという方は、クレンジングから手に取っていただくのもいいかもしれないです。コスメキッチンで一番初めに買ったクレンジングこれか。本当にコスメキッチンの大御所の皆さんが大御所みんなトリロジー大好きよね。大好きです。そう、なんか他に浮気するんだけどやっぱいいよねみたいな感じになるよね。私はこのトリロジーのアイテムを使うのが初めてだったんですけど、しおりさんが良すぎて PR の方におすすめしてる、使ってみてっていうので、私もまんまとクレンジングからクリームまで使ったんですけども、すごい本当1日で効果が分かりました。実感できて、オイルもその初め開けた時に香りが初めてでも乗せてなじませると、化粧水の朝に使ったんですけど、すごいぐんぐんもうなんか中に入っていって、あ、これ引く香りだみたいな。今そこはまだツルツルですもんね。ツヤはい、はい、今も使ってて、次のものに行くのが怖くて、いや、わかるわかる。これ騙されたと思うんだ、もしれない本当に騙しい。なんか睡眠とかあんまりとってなくて、生理前とかで絶対荒れるはずなのに荒れなくなった。あ、本当ですか。マツキさんはなんかどの順番でこれどのぐらい量使いましたありますか。私はクレンジングしてまず別のやつだけどオイルつけるんだけど、でお化粧水つけて、でこっちの B オイルとこっちの C セラム、この順番で使いました。量的にはどのぐらい使った。乾燥肌なのでかなりオイル使ってて、でもこれ全部お顔に全部にいけなくない。あの最初その入んないからぬるぬるしてるんだけど、乗せた状態でちょっと待つんですよ。トントントンってあんまりつけていかなくて、でも全部離していい。お風呂の中でまず顔にオイルつけます。これじゃないやつなんですけど、そのブースターのオイルつけます。でお風呂上がるじゃないですか、
上がったらまず化粧水つけます。同じまで10時間に体拭いたりボディクリーム塗ったりします。で次にこのオイルつけます。さっきのよこれだけつけます。で、その後から、服着るんですよ。で、服を着たりなんだりしてると結構馴染んでくるんです。最初ヌメヌメしてても、そしたらこっちつけて、でギットギットにクリームを塗ります。結構好き、個性的な見ないよりはたっぷりつけて守ってあげたいみたいな感じ。私基本この2つしか使ってなかったんで、多分松木さんの3分の1ぐらい。ぐらい。私ね、半分ぐらい。半分。それぐらい楽しかった。おでこ一駅。本当？かわいい。かわいい。の直接。TikTokスタイルだ。始めていただくのがおすすめで、香りがちょっと苦手な方とかは、お化粧水を塗った後に お肌がちゃんとしっかり濡れている状態で、はい、香りすごいんですよ。ロースの香り。びっくりしました。シーズンみたいな。香りを馴染ませてあげて、シーズンバーテラも大体1時間分でワンプッシュから、2プッシュぐらい入れてあげるのがおすすめなんですけど、夏は日焼けとかも気になるかと思うので、デコルテの方まで流していただくと、ミネラルの成分で少しパール感があるので、こっちでしょ、わかる、そうなんだよ、なんだろうと思ってたの。寝かける前とかにおすすめです。今回検証したシースーパーセラムとロザピン B オイルの原品とバイヒタルモイスチャライジングクリームという保湿クリームのサシェが入ったキットが発売されました。それを記念いたしまして、3名様にこちらのキットをプレゼントさせていただきたいと思います。応募方法はこちらをチェックしてください。応募お待ちしております。